自警団任務の延長ですね。トリニティの安全のためならいくらでも協力します。試練が怖い時、苦難に負けそうな時、私が一緒に立ち向かってあげましょう。小さいからって舐めないで。将来性はものすごいんだから。ご主人様と一緒に楽しい一日を始めちゃおう。試練が怖い時、ごきげんよう。あ、こっちの言葉の方がより自然かもです。はじめまして。あの、私が来てもよかったんでしょうか。邪魔だと思いましたら、いつでもおっしゃってください。お会いできて嬉しいです。先生、先生はどんなアイスが好きですか。あの、私、美食研究会のあかりです。これから一緒に美味しいものを食べに行きましょうか。